ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ねえ魔理沙、昨日テレビを見ていたら突然テレビが映らなくなったんだけど。もしかして、これって放送事故かな？映らなくなったっていうのは、具体的にどういうことなのかもう少し詳しく教えてもらっていいか？なんか見てたテレビ番組が映らなくなって、試しに一回電源を消して再起動したんだけど砂嵐のままなの。アンテナケーブルの接触不良とかでも、テレビが映りにくくなったりするみたいだから。アンテナケーブルの再接続を試してみたらどうだ？アンテナケーブルの再接続？って何それ？家にテレビがあるのにアンテナケーブルを知らないなんて、初期設定どうやったんだよ。そういうの難しいから全部家族がやってくれるわよ。そんなに難しくないから、この機会に自分でできるようになったらいいじゃないか。難しそう、というか放送事故じゃなかったのね、絶対そうだと思ったんだけど。そんな放送事故はなかなか珍しいと思うけどな。でも予想できないことが起きるのが放送事故なんでしょ？じゃあ今回は実際に起きた放送事故6000を紹介していくぜ。今回の放送事故の中に、接触不良が原因のものはあるのかな？だからそれは放送事故じゃないって言ってるだろ。それじゃあゆっくりしていってね。一つ目は退屈貴族という番組で起こった放送事故について紹介するぞ。この番組は2003年10月から2004年3月まで放送されていた深夜番組で、退屈な貴族という設定の出演者たちが世界中から集めた VTR を無表情で鑑賞するというものなんだ。退屈な貴族って設定だからどんな映像でも無表情じゃないといけないんだわ。放送事故は退屈な貴族たちに鑑賞させる VTR として日渡りをする老人を取材した時に起きたんだな。日渡りをする老人ってどういうことなのかしら？以前別の番組に木の板に火をつけて燃えているその上を素足で歩く老人が出演していたんだ。番組のスタッフはこの老人に同じように火の中を歩いてその様子を撮影させてもらい、日渡りをする老人として退屈な貴族たちに見せる VTR にすることにしたんだぜ。なるほど、老人が火の上を歩いていたらびっくりしたリアクションとかしちゃいそうだもんね。撮影当日、老人は段ボールに火をつけてその上を歩こうとしていたのだが、映像的に地味になってしまったそうだ。そしたら考えた番組スタッフが、老人に灯油を渡して、撮影を始めたところ、想定していたよりも炎が激しく燃え上がってしまったんだぞ。そりゃそうだよ、灯油を撒いたんだから当たり前じゃないの。映像では、老人が燃え盛る炎の中を素足のまま歩き始めたが、暑さに耐えられず、途中で断念する様子が映っていたんだ。この時老人の両足は相当な状態になってしまったらしいぞ。かなりの大怪我をしてしまっているわ、早く病院に連れて行かなきゃ。しかし撮影後、番組スタッフは老人にオロナインという軽度の外傷治療薬を塗ったのみで、タクシーに乗り自宅まで送り届けたそうだ。そして、老人に病院へ行くかと尋ねるも、大丈夫だと言われたためその場で番組出演料として2万円を払って、老人を自宅に一人残して帰宅したんだぜ。いや、こんなに重症なのに病院に行かなくて大丈夫なのかしら？お金で解決したって感じがするけど。この撮影から5日後、近くに住んでいる老人の兄が老人の家を訪ねたところ、意識不明の状態で老人を発見したそうだ。そしてすぐに病院に搬送されたらしいぞ。これ絶対やばいやつじゃん。やっぱりおじいちゃんの火傷重症だったのね。ああ、かなりの状態だったから、結果的に多機能不全になってしまっていたんだ。多機能不全ってどういう状態なの？多機能不全というのは広範囲の火傷が原因だな。機能不全になった臓器によって、呼吸困難、嘔、意識障害、軽、低血糖などの様々な症状が現れるというものなんだ。一つ一つの臓器に対する治療が必要だから命を落としてしまう確率が高いのが特徴なんだな。おじいちゃんが多機能不全になった原因は、完全に番組の撮影じゃない。結局この老人は、何度も手術を受けたが回復することはなく、番組の撮影後から、一度も歩くことができないままになってしまったらしいぞ。そして、結果的に後遺症による、腎不全が原因で、数年後に息を引き取ってしまったみたいだな。想像していた中で、一番最悪な結末なんだけど。その後、この老人の火傷が番組の過失ではないかと病院から通報があり、警察がすぐにフジテレビを調査したんだ。その警察の聞き取りに対してフジテレビ側は、そんなロケは行っていないと撮影そのものを否定したんだぞ。嘘ついちゃってる。さらに警察もその証言を信じてしまったから、老人が番組の撮影で怪我をしてしまったというのは、老人の嘘だと判断されてしまったんだ。マジか、そういう老人もいるけどさ、警察もっとしっかりしてほしいわね。しかも、警察が老人の話を嘘だと判断した次の日に、番組は撮影した日渡りの映像を、面白おかしく編集したものを退屈貴族内で放送したんだ。タイミング的にありえないと思わないか？そのタイミングで放送するなんてメンタル強すぎて怖いわよ。
この放送を見た視聴者から抗議の声が多数寄せられたことで、フジテレビ側はようやく、ロケの事実を認めたんだな。後日、番組スタッフは老人の兄夫婦へ謝罪に行ったらしいぞ。しかし兄夫婦は老人がテレビ局側に企画を持ち込んだと誤解しており、番組スタッフはその誤解を解かないまま、謝罪を終えて帰ってしまったんだぜ。バレなきゃいいみたいな雰囲気をすごく感じてしまうわ。この事件は明らかになっていないことが多いためネット上では、情報源に信憑性がないから。デマだという人、他にも火傷の状態と命を落とした原因に矛盾がないから。真実だという人など、様々な意見があるんだ。個人的にはこんな嘘つくかなって思っちゃうな、命を落としているわけだし。二つ目は、ナポレオンズというマジシャンコンビが起こしてしまった放送事故について紹介するぞ。この二人は主にコメディマジックを得意としており、放送事故はナポレオンズの二人が、小学校でマジックショーを行った様子を地方局が生中継していた時に起きたんだな。マジシャンのマジックを生で見られるなんて羨ましいわね。ナポレオンズの二人が、代表的なマジックである頭に筒をかぶせて360度回転させる。マジックを披露した後のことだ。司会者の女性が、今から奇跡の超能力者が来るから。ナポレオンズの二人に本物か偽物か当ててほしいと言ったんだぜ。本物のマジシャンが見たら、本当か嘘かわかりそうだわ。司会者の女性の呼びかけで、奇跡の超能力者という男性が教室へ入ってきたんだが。なんでもこの男性はスプーン曲げが得意なので、今からこの場で披露すると言ったんだ。スプーン曲げってマジックの王道だけど、実際やってみるとできないわよね。男性が、持っているスプーンに手をかざし念を込め始めると。少しずつスプーンが曲がっていき最後にはスプーンが90度に曲がってしまったんだぞ。すごい、本物の奇跡の超能力者だったんじゃない。教室中が驚く中、今度はマジックを見ていた小学生の中から5人を選んでスプーン曲げに、チャレンジしてもらうという流れになったそうだ。そこで実際にチャレンジした5人全員がスプーン曲げに成功したんだな。これは奇跡の超能力者の男性がすごいのか、子供たちがすごいのかどっちなの？そして、最後に奇跡の超能力者の男性は、スプーンに一度も手を触れずスプーンを曲げてみせると言ったそうだ。そこで全員が注目する中力を込めて、は、と言ったら、スプーンの先が折れて飛んでいったんだぜ。曲げるだけじゃなく折れて飛んでいくなんて超ヤバいよ。本当にヤバいのはここからだぜ。スプーンの先が折れて飛んでいくのと同じタイミングで、マジックのアシスタントの女性のが鈍い音を立てて90度に折れてしまったんだ。いやー、思ってた結末と違いすぎるー。映像には突然倒れ込むアシスタントの女性と、それを不思議そうに見つめる、ナポレオンズの二人の姿が映っているんだけど、戸惑う二人の表情がすごくリアルだと思ったな。この映像が本当だとしたら、これを見ていた小学生はとんでもないトラウマを抱えることになるわ。三つ目は、俺ワンという番組で起こった放送事故について紹介するぞ。この番組は2009年10月から2010年6月まで放送していたバラエティ番組なんだ。芸人さんがこれなら芸能界ナンバーワンになれるという種目を提案し、それに他の芸人さんが挑んで真のナンバーワンを決めるというものらしいぜ。ピンポイントでこれなら勝てるかもしれないってことあるわよね。番組のゴールデン特番である俺ワンスペシャルの収録が、2010年7月26日に行われていたそうだ。この収録にお笑いトリオ我が家の杉山博之さんが参加していたんだが、そこである事故が起きてしまったらしいぞ。杉山さんに何があったのかな？杉山さんは番組内のザブトンジャンプというゲームに参加している時に怪我をしてしまったんだな。そもそもザブトンジャンプってどんなゲームなのかしら？ザブトンジャンプとは、ザブトンに見立てたソリに乗ってジャンプ台から飛び、離れた場所にある、プールの中央に置かれた発泡スチロール製の浮島の上に着地するというゲームなんだぞ。面白そうなゲームだけど、確かに怪我をする危険があるじゃないの。杉山さんはこのゲームで、座布団に乗ってプール中央の浮島に着地するときに、左肩を強く打ちつけてしまったんだ。そして、病院で診察を受けたところ全治8週間と診断されたんだぜ。相当痛かっただろうね。杉山さんの事故についてフジテレビ側は安全性には注意していたが、杉山さんに、怪我をさせてしまい申し訳なく思っている、今後はより徹底した安全管理に努める、というコメントを発表しているんだ。杉山さんはかわいそうだけど、これをきっかけに事故が起きなくなればいいと思うわ。ところが、実は杉山さんと同じ収録日のしかも同じザブトンジャンプというゲーム内で、お笑いコンビハイキングウォーキングの松田博明さんも怪我をしていたことがわかったんだ。同じゲームで立て続けに二人も怪我人が出るなんてよほど危ないんだわ。松田さんはザブトンに乗って飛び上がり浮島へ着地するときに、背中から来てしまったらしいぞ。マジか。松田さんは収録中に怪我をした次の日から、スケジュール通りの仕事をこなしているようだが、これだけ怪我人が出ているゲームってすごく危ないと思っちゃわないか？わかるわ、まあ、二人も怪我人が出ているから。さすがにもうこういう危険なゲームはやらないと思うけど。
だが番組内での事故はまた起こってしまい、2010年7月31日にお笑いタレントの陣内智則さんがローションハラスベリというゲームへ参加中に怪我をしてしまったんだぜ。このゲームはどういうやつなのかしら？ローションハラスベリとは、幅1メートル長さ100メートルのローションでツルツル滑る床をうつ伏せの体勢で、どれだけ滑れるか競うというものなんだ。ほんといろんなゲームを考えているわね。よくこんな企画が出てくるわ。まあ確かにな。で、陣内さんは、ツルツル滑る床をうつ伏せの体勢で滑っていたところ、体をひねってしまったそうだ。収録後も痛みが続いたため病院で検査をしたら、全治3週間だとわかったんだな。これで怪我をしてしまったのは3人目じゃない。さすがにこの番組やばいでしょ。番組は当初、怪我をした人たちの部分だけをカットして放送しようとしていたんだ。だけどあまりにも怪我人が相次いだことから、状況を考えて放送を取りやめることにしたんだぞ。短期間に事故が起こりすぎているもん、仕方ないわ。四つ目は、トンネルズの皆さんのおかげでしたという番組で起こった放送事故について紹介するぜ。この番組は、お笑いコンビトンネルズの二人が司会を務めていた長寿バラエティ番組なんだ。この番組の細かすぎて伝わらないモノマネ選手権って知ってる？あれ面白いから超好きだったのよ。放送事故は2012年2月に、新潟県内のスキー場で番組の収録が行われた時に起きたんだ。この収録に参加したお笑いコンビ、ズンのやすさんの身に、とんでもないことがあったんだな。とんでもないことって何よ、めっちゃ怖いんだけど。やすさんは番組内の企画で、ゲレンデの中で水上スキー用のゴムボートに乗り滑りながら、走行してタイムを競うというゲームに参加していたんだけど、滑っている途中で、スピードが出すぎてしまい止まれなくなってしまったんだぞ。雪の上で止まれなくなるのはマジで危険だよね。止まれなくなったやすさんは、雪で作られた停止位置にたどり着いても止まることができず、その先に置かれた鉄板に勢いそのまま、ドカンとなってしまったんだ。これはガチで痛そう。やすさんは鉄板にぶつかる時に強く打ってしまい、すぐに病院へ救急搬送され診察を受けたらしいぞ。そしたら相当な状態だったらしくてな、担当のお医者さんには、この先車椅子生活になる、と診断されてしまったんだ。ちなみに場所は腰椎だったらしいぞ。いやいや、これはやばいでしょ、一生車椅子生活は。腰椎を傷つけると神経に障害が残ることがあり、麻痺が治らなかったり場合によっては、二度と自分の足で歩くことができなくなってしまうみたいなんだぜ。まさかやすさんもそうなってしまったんじゃ。事故が起きてすぐはやすさんの復帰は絶望的だと言われていたんだが、その後順調に回復していったんだ。最後には奇跡的に後遺症もなく復帰することができたんだぞ。と言っても、激しい運動や飲酒などは制限されているんだけどな。それでもこんな大怪我の後じゃ、自分の足で立って歩けるだけでも幸せだよ。今回の事故の後フジテレビ側は昨年同じ企画を同じ場所で無事行った安心感から、安全対策が足りなかったとコメントを出し、番組のスタッフはどうすれば事故が防げるか、議論しているというコメントを出したんだ。難しいよね、こういう企画は面白いけど怪我がつきものだし。5つ目は、那須サファリパークという動物園で起こった事故について紹介するぜ。この動物園は、1980年に栃木県那須郡那須町で開園したんだぞ。動物園か、最近全然行ってないわー。1997年にこの動物園内で、飼育員の男性がライオンに攻撃されるという事故があったんだが、その時の様子がネット上に拡散されてしまったんだな。こういうニュースを見ると肉食動物ってやっぱ怖いって思っちゃうわ。那須サファリパークで飼育員をしていた男性は、担当しているライオンの檻を掃除中に突然、背後からライオンに攻撃され捕まってしまったんだ。このライオンは、飼育員の男性が、3年間にわたり大事に育ててきたアフリカライオンのメスだったらしいぜ。可愛がってきた動物に攻撃されるなんて悲しすぎない？攻撃されてしまった飼育員の男性は相当な状態だったらしいけど、なんとか一命を取り留め全治2ヶ月と診断されたんだぞ。恐ろしいけど肉食動物のパワーってやばいんだねー。命を落とさなかっただけでも幸運だと思うわ。で、それを撮影していた人がいたってことかしら？この時、たまたま通りかかった家族連れが偶然撮影していたビデオカメラに、飼育員の男性が、ライオンに攻撃されている姿が映ってしまったそうだ。それがネット上に拡散されたことでたくさんの人たちに衝撃を与えたんだな。なんで動物園での事故の映像がネット上に流れたのかと思ってたけど、そういうことか。しかもこの映像には、飼育員の男性の、ああ会いたいという叫び声も入ってしまっているらしいんだ。やめてー。こういう動画って消しても誰かしらがネットに上げるからマジ怖いじゃない。でもこういったことは想定しておくべきよね。こんな事態になってしまった原因は何だったのかしら？この事故の原因は、本来二人組のペアで行うことになっていた肉食動物の檻の掃除を、もう一人の飼育員が忙しくしていたため、一人でやり始めてしまったんだ。その時背後から、
ライオンが檻の中に入ってきているのに気がつかなかったからだと言われているが、正確な事故の原因は結局明らかにされていないんだぜ。動物園で飼育員の人が、っていう事故ってよく聞くわよね。ライオンとかクマとかトラとかの肉食動物に襲われてしまう事故は、全国でちらほら起きているんだ。動物園で見ると可愛いけど、やっぱ野生動物の前では気を抜いたら危ないわ。6つ目は、イブニング新州という番組で起こった放送事故について紹介するぞ。この番組は NHK 長野放送局で平日の夕方に放送されているニュース情報番組で、主に長野県内の情報を伝えているんだな。長野県って言うと蕎麦が美味しいってイメージあるわよ。放送事故は番組内の天気予報のコーナーが終わり、スタジオへカメラが切り替えられた時に起きたんだ。なんと、一番右側に座る女性がなぜか号泣していたんだぜ。この女性に何があったのかしら？この女性は気象予報士の神谷由里さんという人で、何でもこの放送を最後に番組を卒業することが決まっていたそうだ。だから最後の収録ということで感情が高ぶって号泣してしまったらしいぞ。そういう事情があったならわかるけど、突然女性が号泣してたらびっくりするじゃない。2年にわたり番組の気象予報士を務めた神谷さんは、号泣しながら番組や視聴者へ感謝の気持ちを伝えたんだ。でもこの時泣きすぎていたため、アップで映る彼女が鼻水を流しているのも放送されてしまったんだぞ。マジの号泣だと鼻水出るから本当に悲しかったのかもしれないわね。この神谷さんの姿を見て、隣に座る男性アナウンサーが、各地は晴れているのに雨になっちゃいましたね、といううまいコメントをしたんだが、こういうのってニュース番組のハプニングあるあるだと思わないか？ハプニングが起きた時にメインキャスターが、うまいことフォローしているのをよく見るよ。ということで、実際に起きた放送事故6選、終わりにするぜ。最後までご視聴ありがとうございました。